んだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。この金は一体何ですか、堂島会長。葛城さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東城会と上野清和会は二代目時代から25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。東城会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。同格ね。その額ではご不満ですか。わかりました。入れ。葛城さん、今回の金村の一件、本当に申し訳ありませんでした。柴田さんでしたっけ。はい。東城会の直系の親分さんともあろうお方が、都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。それにね、柴田さん、今の時代わざわざ痛い思いしなくてもけじめの取り方は他にもいろいろあるでしょう。東城会さんとうちは親戚関係なんですから。葛城さん、どういう意味ですか。堂島会長、今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上抗争沙汰にするつもりは毛頭ありません。病床に伏しているうちの総長上野義治も思いは同じです。葛城さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。堂島会長、今回の騒動で殺された伊原の役職をご存知ですか。
若頭補佐です。ちょうどあの事件のあった日に就任していたんですよ。若頭補佐。そうです。あなた方がチンピラ同士の喧嘩くらいに思っていたこの騒動、実は上の清和としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんですよ。正直言いましょう、若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では釣り合いません。いや、だがそれは。おっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言ったものの、所詮は東条会と上野清和会では格が違うだろうと。でもね、うちの組員はそれじゃ納得しないんですよ。表面上東条会とうちは対等な関係のはずですからね。葛城さん、どうすれば納得してもらえるんですか。そうですね、うちの井原を殺した犯人荒井博明の首、それが無理ならあの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。どうやってね、そんなことどうでもいいんだ。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい。そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか。あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。いくら幹部組員が殺されたとはいえ、人一人の命の代償としては大きすぎる。堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。これは極道としてのメンツの問題なんですよ。堂島会長、あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ私の立場も理解してもらえませんでしょうか。さっきも言いましたが、うちとしてはあの荒井という男の首があれば十分です。それがあれば下の連中も納得するでしょう。だが万が一荒井の首が取れなかった場合、その時は井原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。それは。そう、真島さんです。柏木さんの死後、白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。あの浜崎組も破門となると、自動的に真島さんくらいしか井原の代償となりうる人がいないんですよ。だがさすがに私も井原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。ですからあのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。よくお考えの上ご決断ください。それでは。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。秋山さん、私…いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。え？いや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それではビジネスの話はここまでにしましょう。ここからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない、今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね、
待て。金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。え？
どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ、でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおい、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや、姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら、なんだとこのガキは。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。
実は昔俺さ、新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に？ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか？ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか？実は俺ホームレスになる前な、東都銀行通銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え、どうしてそんなことを？知らねえよ、だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとある会社の口座にあった100万円がある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い方々手を尽くして調べ回った。でも結局わからずじまい。そのうち貯金も尽きて、カムロ町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ、元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだって、その時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッとそれを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。え、じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったから、死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って、路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください、それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げ、ホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの町を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人ならカムロ町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。カムロ町ってのは弱いやつから強いやつまでいろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくる奴らには一つだけ共通してることがある。何ですか？夢だよ。
神室町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢。いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい。どんなちんけなもんであっても、ここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられるやつはごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きてくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。みな夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが新井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。新井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。ボスがいない猿山は機能しない。この町は今強いボス猿が必要なんだ。神室町って町は今までずっとそのボス猿を極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボス猿となれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボス猿を求めてな。なんか深い話っすね。まあちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は荒井さんに賭けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも荒井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何かわかったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、井戸さん。あ、どうもっす。